ポール・スロウィンスキーは、ポーランドの男性キックボクサー、総合格闘家、ドルヌイ・シロンスク県出身。オーストラリア、南オーストラリア州アデレード在住。ファインダーズユニムエタイジム、ワールドジムアデレード所属。元、WMC 世界ヘビー級王者。パンチとローキックのバランスの取れたテクニックは一級品。師匠であるアーネスト・ホーストは、私の後継者だと太鼓判を押しており、チームミスターパーフェクト所属であったこともある。2008年の開幕戦では、疑惑の判定で敗れたものの、レミー・ボンヤスキーを相手に互角以上に戦った。以前は、ポール・スワロンスキーと表記されていた。ポーランドに生まれ、少年時代はサッカーをしていた。1996年に16歳でオーストラリアへ移住。オーストラリアはポーランドほどサッカーが盛んでなかったため、ムエタイを始めることとなった。タイでトレーニングをするようになり、1999年にはタイで開催されたキングスカップで優勝。2006年3月5日、K1 ワールド GP2006 in オークランドで行われたオセアニア GP 決勝で、ジェイソン・サティをハイキック一発で仕留め、GP 開幕戦の出場を決めた。2006年4月29日、マーズワールドファイティング GP インソウルで、アレクサンダー・ウスティノフとキックボクシングルールで対戦し、小負け。2006年9月30日、K1 ワールド GP2006 in 大阪開幕戦で、グラウベ・フェイトーザと対戦。ローキックをグラウベの積極的な攻めによって封じられ、判定負け。2006年12月2日、K1 ワールド GP2006 in 東京決勝戦のスーパーファイトで、バダハリと対戦。ローキックを多用するも一発狙いから脱却したハリの手数が上回り、判定負け。2007年4月頃からアーネスト・ホーストの下で、トレーニングを行うようになる。ホーストは、スロウィンスキーを王者になる男と語っている。2007年6月23日、K1 ワールド GP2007 in アムスターダムで行われたヨーロッパ GP で、天田博美、ザビット・サメドフ、ビヨン・ブレギーを3人ともこで下し、優勝。2007年9月29日、K1 ワールド GP2007 inソウルファイナル16で GP1 回戦をセミーシュルトと対戦し、左膝蹴りで小負け。師匠、ホーストの敵討ちは果たせなかった。2007年12月8日、K1 ワールド GP2007 ファイナルのリザーブファイトで、マイティモーと対戦し、右ローキックで小勝ち。2008年4月26日、イッツショータイムで、グーカンサキと対戦し、小負け。試合後、アーネスト・ホーストは彼の油断が敗因だったとインタビューで語っている。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 in ハワイのスーパーファイトでアジス・ヤヤと対戦し、2R に2度ダウンを奪われるも、K4 度ダウンを奪い返し 3RKO 勝ち。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 in ソウルファイナル16に推薦枠で出場し、レミー・ボンヤスキーと対戦し、互角以上に戦うも不可解な判定負けにより、GP 開幕戦出場を逃す。2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルのリザーブファイトで、メルビン・マヌーフに小負け。2010年7月10日、K1 オセアニア予選トーナメントに出場。1回戦、準決勝を個で勝ち抜くも、決勝でベン・エドワーズに小負けを喫し、ワールド GP 開幕戦出場を逃した。ありがとうございます。